でもすごいのどかだね。田んぼ、田んぼ、道路の角にいる、角に、あれだ、世界一の狛犬、ででん、でかい。こんにちは、宇崎つかです。今日は岐阜県にある世界一の狛犬があるというね、八王子神社に来てます。超絶巨大な狛犬が口を開けているのと開けていないのとありますね。もう半端じゃない、でかくて、なんかもう頭のてっぺんが見えない、口しか見えない。これ15トンある。岐阜の狛犬は世界一。製造過程の写真が展示される。今狛犬の足跡がついてる。狛犬が動いてる。あ、すいません、茶壺ってどの辺だか分かりますか？お茶、お茶、茶壺、はい、はこの上ですかね。この、ね、山のてっぺんですか？そうですね。あ、歩いていきますか？ここ、ここ、狛犬だ。狛犬。旗の、あ、ありがとうございます。はい。見えます。ありがとうございます。なるほど、こっちか。裏側なんですね。狛犬の裏側に茶壺があるみたいですよ。茶壺行きましょう。茶壺。見えました。あれが茶壺ですね。茶壺に飲まれてトッピンシャンの茶壺。岐阜の茶壺は世界一。おお、でっけえ。封印の壺があります。北条の壺。草がいっぱい生えてる中に壺がいっぱい飾ってありますよ。朽ち果てた壺が。